クロサギの舞台裏で何が平野仕様の姿が Amazon プライムビデオから排除され、ファンの心に不安が広がる。日本のエンタメシーンで和ズを風靡する平野仕様。彼が主演を果たしたドラマ、クロサギが注目を浴びていますが、なんとその配信先である Amazon プライムビデオにおいて、平野の姿が見当たらないという噂が立っています。 一体何が起こっているのでしょうか記事では、この謎めいた状況の裏に潜む興味深い事実を明らかにし、ファンの心に広がる不安に一石を投じます。果たして平野のファンはどう受け止めているのかそしてアマゾンプライムビデオの真意は一体何なのか詳細に迫ります。クロサギのファンたちが騒然となっている、キングプリンスへのメンバーであり、 平野紫耀が主演を果たした TBS ドラマ、クロサギが Amazon プライムビデオでの配信において、なぜか平野の姿がサムネイルから排除されているとの疑惑が広がっているのだ。このドラマは昨年10月から12月にかけて放送され、プロの詐欺師クロサギを演じた平野の主演作でした。 しかし、その配信ページを開くと、なんと平野の姿が一切見当たらないのだとか。ファンたちは、この異変に驚き、不安の声が広がっている。アマゾンプライムビデオの作品詳細ページには、平野市洋画 TBS ドラマ初主演。との紹介文が掲載されているにもかかわらず、全従話文のサムネイル画像には平野の姿が映っていない。 共演者の黒島ケツナや三浦智和だけが映っており、これがなぜか平野のファンたちに排除されたように見えてしまっているのだ。テレビ誌ライターの木村慎吾氏によれば、10エピソード分のサムネイル10枚が並ぶも、そこには共演者の黒島ケツナや三浦智和ばかりが映されており、主演の平野の登場シーンが不自然に排除されているように見えるんです。とのこと。 また、トップページに表示されるメインショットも、なぜか黒島一人の顔のアップ。他の配信サービスでは、平野が映っていることから、アマゾンプライムが急ジャニーズに忖度をしている、との声も上がっている。ファンたちはこの状況に対して不満を爆発させており、濃くすぎる。違和感しかありません。平野紫陽さんの性根込めた作品なのに、悲しいです。 プライム外装かな、エピソードのところが他の俳優さんなのはありだと思いますが、トップ画が,が主演じゃないのは違和感、といったコメントが続出している。さらに、出演者情報には、平野市用、キングプリンス、と全所属グループの名前が記載されたままで、これも不満の種となっている。 アマゾンが急ジャニーズに忖度し、やめジャニの画像を掲載することを躊躇したのかもしれませんが、だとすれば、平野仕様、キングプリンスという箇所も訂正した方が良さそうな気もしますが、という指摘も上がっている。真相は不明だが、不信感を募らせたファンの中には、アマゾンプライムビデオを大会したと報告するユーザーも現れ、影響が出始めているようだ。 一方で、他の配信サービスでの、黒詐欺のページでは、平野の姿がしっかりと掲載されており、ファンたちはこの違いに戸惑っている。フ u ル u やウネクストバーブを平野の存在がアピールされている一方で、Amazon プライムビデオでは一転して排除されたかのような状況。これに対する Amazon プライムビデオ側の説明はまだないが、ファンたちは真相究明を求めている。 平野紫仕様のファンや日本のエンターテイメントに興味がある人にとって、このドラマの配信ページの異変は大きなショックとなっている。今後の展開が気になるところだが、ファンたちはどのようにこの問題に向き合っていくのだろうか。Amazon プライムビデオの対応にも注目が集まっている。 クロサギのアマゾンプライムビデオでの配信ページにおける平野仕様の姿の排除について、真相は依然として不明瞭であり、アマゾンプライムビデオからの公式な説明はまだ提供されていません。一部のファンは、これが旧ジャニーズに対する忖度や意図的な行動であるとの憶測を広げています。 一方で、他の配信サービスでは平野の存在が正常に表示されており、Amazon プライムビデオだけが得意な状況であることが注目を浴びています。ファンの不満の声が広がりつつある中、一部のユーザーは Amazon プライムビデオを大会するなどの対応をとっています。 この状況が今後どのように進展するかは不透明ですが、平野仕様のファンたちは真相イーズ究明を望んでおり、アマゾンプライムビデオに対する期待と注目が集まっています。エンタメ業界の裏側で何が起こっているのか、ファンたちにとっては気になる展開が続くことでしょう。では